ある日突然韓国語が喋れるようになったっていう、そういう大学生の話をしました。まあ、それに近いような状態の中学生、高校生、大学生がね、たくさん出てきてるんだと思います。つまり日本語の次に韓国語をそれだけ聞いてきたということなんですね。だから無意識のうちにも、あるいはまた意識してでも韓国語を勉強して吸収して、その蓄積がある一定以上に達したから口からこう出てきたという、まあ、そういう現象なんですけども、一つ大きな問題点があるっていうふうに前申し上げましたけども、そのことについて触れたいと思います。何が問題点かっていうとね、ルールを知らないんです。だからね、整理を加えてあげる必要があるんです。例えば一つ例を挙げますと、トゥロッソヨというのが、もう馴染んでよく使いこなせる、そんな単語だとしてもですね、それが尊敬になるとどうなるのかってなると、ちょっと戸惑ったりするわけですね。きちっとルールを学んでると、トゥルショスミカというふうに、そういうことを学んでいないと自分が体験してきた韓国語だけでは対処できないっていうことが今後どんどん出てくるわけです。だから文法の整理を加えるっていうことが大事。発音の変化もそうです。組み合わせはもうたくさんありますので、それをすべて体験しているわけでなければ、やっぱりルールを学んで、そのルールについて、練習をして、ルールに習熟するっていうのが近道ですよね。だからそういう体験が豊富でかなり上手に韓国語が喋れる人も、文法や発音の変化などルールを学ぶ必要があるということです。ですから中学生、高校生、大学生で韓国語がある程度できる人、ミレのオールインワンで文法的にきちっと学んでいく、一つ一つ積み重ねていく、こういう勉強をするとね、飛躍的に伸びると思います。実はね、もう一つ大きな問題点があります。これはまた次回にお話ししたいと思います。